ディオゴ・ロペス・デ・セケーラは、ポルトガルの航海者、フィダルゴ。国王マヌエル一世の命令で、マダガスカルの偵察と貿易の可能性を探るために、派遣され、後にはインドに至った。この旅の途上で彼は、パサイやスマトラ島に到達し、各所にポルトガルの国章のついた標識パドレヨを建てた。また別の旅ではセウタ、アシラー、クサルスギール、ディウ、ゴアなども通った。1509年9月11日に船団を率いて、マラッカ王国に到着した。マラッカにポルトガルの船団が来たのは、これが初めてだった。地元のスルタンの許可を得て5隻の船を接岸させ、信任状と贈り物を届けて、交易を始めようとした。最初はそれは受理され、貨物と人員が陸揚げされたが、しかし交易の開始は認められなかった。グジャラート人のイスラム系商人が政府高官の支持を得て反対していた。最終的に攻撃を受けたディオゴ・ロペス・デ・セケーラは3隻だけの船を率いてインドに脱出し、後には2隻の炎上する船といくらかの負傷者、そして19人の捕虜が残された。これはアフォンソ・デ・アルブケルケがマラッカ征服に乗り出す機会を与えた。捕虜の釈放を求める彼によって1511年にマラッカは征服された。その後セケーラはポルトガル領インドの総督になり、いくつかの戦いを指揮した。また、1520年には航海への航海を指揮し、初代ポルトガル駐節エチオピア大使のロドリゴ・デ・リーマや、エチオピアがヨーロッパに派遣した、大使アルメニアのマテウスたちからなる外交官の一行をマッサワまで送り届けた。総督としての勤務ぶりは私腹を肥やすための努力を惜しまないものだった。ポルトガル帰国後の1523年にアルモタセモルに任じられた。さらに1524年には国王ジョアン3世の下、トルデシアス条約では不明だったアジアでの境界線、特に重要な公領諸島ことモルッカ諸島の領有権などを定めるために、エルバスとバダホスの間で行われたエルバス・バダホス会議の代表団として参加した。この会議での働きで、王からの好意を得たとされる。ありがとうございます。